F2 次期戦闘機計画、F3 計画とも言われています。そんな純国産を目指した F3 戦闘機と同時配備されるのが AI 無人戦闘機なんです。今回詳しく見ていきますが、もう有人での操作は最小限度での戦闘が主流になるんですね。ガンダムも動き出してます。2021年5月、防衛省は自民党国防部会安全保障調査会合同会議において、現在開発中で、現有の F2 戦闘機の後継機種となる国産の次期戦闘機と連携して運用される無人機のフルスケールの実証機開発関連費を、2022年度予算の概算要求に織り込む方針であることを公表した。現在、三菱重工業を中心とした国内企業グループで開発が進められている。次期戦闘機においては、2030年代半ばからの部隊配備を目指しているが、作戦、任務遂行のための根幹部分であるミッションシステムや、インテグレーション技術に加えて、ウェポンを統合する。火器管制システムなどの研究も進められており、この無人機については、これらシステムとの連携はもとより、無人機自体の自立飛行も要求されている。この無人機は次期戦闘機に搭載されて運用され、作戦空域の近くで射出された後に、さらに危険な前線空域に展開して、搭載破破機の誘導管制を受けながらも自立飛行が可能であるという。また、無人機は、パイロットの人命を守ることができるメリットに加えて、有人機では、不可能な運動性能を発揮できるばかりでなく、コックピットの、スペースが不要なことから、そのスペースと重量の節約が可能となって、燃料搭載量増加からの航続距離延伸と兵器搭載能力向上も期待できほか、機体の凹凸を減らせることから、ステルス性能が大幅に向上すると、メリットが大きい。また、有人機と比べて、機体のコストは大幅に低減され、ミサイルのように、使い捨ての戦闘機としても活用することが可能で、日本においても限られた、防衛費を有効に活用できる可能性を秘めていると言えよう。防衛省での無人機開発構想は以前からあって、現在航空自衛隊がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークと同様の遠隔操作による無人機の研究が進められている。遠隔操作の無人航空機といえば RQ-4B グローバルホークと並んで有名なのが、アメリカ空軍が開発を進めている XQ-58A、ヴァルキリーである。XQ-58A、ヴァルキリーは、アメリカ軍需産業界では無名であった。クラトス社が開発された、亜音速飛行と長距離飛行が、可能な AI による、自立飛行無人機である。2019年3月、初飛行に成功して以来、試験飛行の回数を重ねてきた、この XQ-58A、ヴァルキリーが、2021年3月に実施された、6回目の、試験飛行において、同機のウェポンベイから、小型のドローンを射出する。実験に成功したと、アメリカ空軍研究所、AFRL が発表した。このドローンは小型無人航空機アルティウス600と呼ばれているもので、アメリカ空軍研究所が提唱する
低コスト消耗型航空機技術、ルカットの一環として開発されたもので、全長40センチメートル、重量12キログラム、巡航速度111キロメートル、H、対空時間4時間の飛行性能を持ち、電子戦や、信号傍受などのミッションを実行することが可能とされている。米空軍では、2019年に自律型無人システムの実戦配備を目指す。スカイボーグ計画を発表していて、この XQ-58A、ヴァルキリーを、開発したクラスト社の他に、オーストラリアと共同で無人戦闘機ロイヤルウィングマンの開発を進めているボーイング社ジェネラルアトミックス、エアロノーティカルシステムズ社が自律型無人航空機のプロトタイプの開発を進めていて、このスカイボーグ計画によって組織化された無人航空機群を低コストで運用と維持が可能となり、紛争地域において迅速に行動し、かつ決定的な打撃を与えて敵の進行阻止が可能となるとしている。一方、日本においては防衛省が無人機を偵察機、戦闘機などあらゆる機種での運用を念頭において、コンピューターによる機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用して研究を進めているとされていて、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果と考えられる。このデジタルモックアップ技術はアメリカ軍においても活用されていて、空軍が進めようとしているデジタルセンチュリーシリーズ構想において8年ごとの新機種設計を完成させることを実現するために重要な技術である。防衛装備庁が2016年8月に公表した将来無人機装備に関する研究ビジョンは、航空無人機の研究開発を中心としたものであったが、その中では2019年以降に第3分類無人技術検証として遠距離見通し、外運用型無人機の技術検証に注力し、その後に第4分類無人技術検証、戦闘型無人機の開発を進めるとされている。ちなみに、この研究ビジョンでは、無人機研究については、蒸気類の他に、近距離見通しない運用型、特殊飛行型、そして携帯型、ドローンが挙げられている。現在もこのビジョンに沿いながらも、実情に合わせつつ無人機の研究開発は進められていると思われ、かつて公言していた無人偵察機 RQ-4B、 グローバルホークのような遠隔操作による遠距離見通し外運用型の無人機の開発も継続されているのではないかと考えられる。今回の防衛省が公表した次期戦闘機と連携する無人機は、強いて言えば、近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべき、ジャンルのもので、世界各国が進めている潮流に乗り遅れないための、予算計上であろうと思われ、日本としては F-15J の近代化改修計画が暗礁に乗り上げている現状では、アメリカより早く開発に成功する可能性があるとされている第6世代の次期戦闘機との連携を進めるのは当然であろう。パイロットの損耗を防ぐことができる無人機戦闘機の開発については、日本のみならずどの国も注力している現状で、
2021年2月に、アメリカ国防高等研究計画局、DARPA は、ロングショット開発計画を発表し、ノースロップ・グラマン社など3社に、空対空ミサイルを搭載して、敵機を攻撃するためのドローン、無人航空機の設計を発注した。このドローンは、有人機からの操作によって、母機である有人機を敵機から防衛する盾として活用され、搭乗員の損耗をさらに減らすことに役立つとされている。アメリカとロシアについては、搭載できるドローンタイプの無人機の他に、現有の第5世代や第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機のチーミングも視野に入れて開発を進めているため、日本は立ち遅れているとする声がある。しかし、日本の限りある防衛費では、あれもこれもと予算を分散させることは、そのすべてにおいて遅れとることとなると思われ、現状では、次期戦闘機の実用配備を急ぎつつ、連携する無人機開発を同時進行させることが正解であろう。